どうも、ヘルザーレッドです。では、アンダーテールやっていきたいと思います。一応、前回、アズリエル・ドリーマーを倒して、一応、エンディングを迎えるところだったんですけど、うろうろしてきていいよっていうことだったので、せっかくなんで、ちょっとうろうろしたいなと思います。いやー結局お開いてる。今箱開いてたね。魂飛んでったってことか。いやーにしても。まさかエンディングがエンディングっていうか最後あんな感じになると思ってなかったんですけどね。結局鍵をいつ使うのか分かんなかったし、モンスター逆に全部倒したらどうなるのかも分かってないんですよね。2周目、今やるべきかどうかちょっと迷ってるんですけど、2周目逆に真逆をやってみるのもちょっと見てみたい気がするんですよね。今までやった行動のね。まあでもレベル20で、レベル20とレベルが低くて、ここまで来れたのは結構個人的にはでかいなーっていう感じですね。お、いるし、なんか。あ、マシュマロ美味しいよね。ガスコンロでするとクソまずいけど。ね、なんだっけ。バーベキューでするといいよね。あ、そういうこと。隣の部屋に進んだら、そんな電話来るの。今後も一切受け付けません。おお、そうだね、ルームサービス何もしなかったね。あ、違う違う、こっちの。
ハンバーガー美味しいよね。お前どんだけパズル当たってたんだ。あ、いたいた、キミキミ。みんな封印が解けたのは、イベントとかも終わった感じなんだね。猫飼えるの？おいしいし。手触りが硬めの猫でしょうって。もう、やべえな。まあそうですよね。この二人は変わらず。ああ、君君。そもそも、クモ、食べ物おらんしね。あ。携帯の意味とは。ほう。はあ、なんか来てるし。あ、いいな。こういうちょっとした変化いいな。ってなると、全員見に行きたくなるよね。こう、なんだろうね。他のゲームでもあるときはあるけど、こう、
敵キャラに愛着が湧くっていうのが一番ゲーム面白いよね。メインの主人公たちに愛着湧くのはもちろんなんだけど、やっぱり敵に愛着湧くっていうのが一番ゲームとしていいのかなって思いますけどね。 FF7 とかまさしくセフィロスとかね、まあ、キャラがだいぶかっこよかったからよかったけど、で君誰？ネズミくんは食べれたのかな。おお、すげえ。じゃあネズミがハッキングするとやべえな。いや、また勝手に振られたっちけど。そういうのやめてくれんって。ま、そうですね。ま、幸せはないからね。ま、とりあえずセーブして。いやー、ここも懐かしいねー。って言っても本当この数時間前なんだけどね。もう時間にして480だと8時間ぐらいか、やっぱ。でこんだけ楽しめればかなり良作な気がするけどね。まあもう必要ないからね。で入れないってわけか。目が緑色なのが超気になるんだよね。君は後で話す、戻るときに話すとして。おお。ここはアンダインってやったね。おお、なんだこれ。押すためのどういうこと？押せんけど。で、君は？じゃあ一生そこにいろ。ああ、こんなエリアあったねー。アンダインに追っかけられたところか。助けられたんだよね。
あの男ん子も結局、あれ以来出てこなかったもんね。あ、そういえばここに来て思い出したけど、隠しボスのテミーちゃんですみたいな子がいたよね、そういえばね。あの子結局何だったんだろうね。正直、あれ以来会ってないしね。かといってネットで情報調べるの尺に触るしな。それちょっと違う気もするからな。秘密の鍵の使い方も結局わかんないしな。へえ。はあ、そういうことね。関係性はやっぱあるんだね。もう外に出るからやることもないって感じか。倒れながら言うか。たら大変だよ。おお。火がかかっているだと。ほうおうおう、ここか。
シャイ、欲しい肉体、はあ。あ、奥には行けないね。お、あ、と、折れた。はい。ここだったか。まだ燃えてる。いいえ。やばいな。これずーっとやったら1時間ぐらいいくんじゃないか。お、こういうふうに運んでくれるの？これ絶対ボチャンってなるよね。思いのほか大丈夫だったね。ああ、そういうことか。星を知らんのか。まあ、特にこっちモンスターいないよね。あ、そういえば、光る部屋があったよね。昔雪のところにね。あそこも結局謎解きしてないな。ああ、そう考えるとだいぶ取り残してる要素多い気がするね。パンチカード。これは取れたのか。少しだけね。乗る。ほう。船じゃねえやん。あ、くれるの？なんか新しい要素入ったかなと思ったけど、そんな感じでもないね。こっちはまだいるのか、なんかあるのかな。ほい。
いやー、ここも懐かしいなー。あ、やっぱ誰もいないか。ここね、無駄に影の演出があるっていう。あ、落ちるだけね。君がいる限りずーっと喋ってるよね、あのエコーフラワーをね。ここはパピルスとか一緒におったところか。なんだここ。ってことは、これ、もしかして隠し要素？ちょっと、失礼。もっと声が入ってなかった。 フィギュアがあるんだね。全く、まあ、謎。さあ、もう一度。
そういうことでですかっていうか、はあ、はあ、ハートがなんかちょっとちげえなと思ったら、体が分かれてるからってことね。プンスカミュウミュウになってる。でもさっきの鍵の部屋のことだよね。まあ適当に合わせたけど、その方に合わせないといけないって感じだよね。うん、なんかそんな感じだね。これ結構難しいな、慣れないと。音楽いいね。おお。あ、そっち？あ、はあ、マネキンの子。じゃあもう一人のマネキンか。逆、はい。食べとこうか。ピンクッション、ああ、ピンクッションね。じゃあ、逆、こう。文字が読みたいけど読む暇がない。え、マジか。あ、やばいやばい。ポテチ。ポペトチスプなんだね、名前がね。
飛んでったえ、もしかしてとん扉的にこれが隠し要素だった？おー、エンディング前、エンディングじゃないとできないのかな。なるほどね。で、結局サンズの部屋は入れないのかな。分かったよね。いや、違う気がするけど。おお、いっぱいいる。騒いでいいよ。まあそりゃね、何年も寝れなかったんだからね。おお、おったおった。ズボン買いに行けるって。いや、弟だかいよ。結局、やではも使わなかったね。戻るのもだいぶ
引き返してきましたね。いやー懐かしい。まあだけどモンスター見たらね、あ、君を、ここなんだよね。何なんだろうね、ここ。ここは分からんな、この扉。まあどっかに情報があるんだろうけどね。これがヒントかなと思ったけど、なんか4つないしな。森はあるけど、どうだろうね。まあ穴だよね。あの犬のマークかわいいよね。
結局あれも何か意味あったのかね。いやいや、勝手にしすぎや。やっぱいいです。普通ではないな。そういえば扉が開いたってことなんで、なんか懐かしいね、最初だね。相変わらず、ここは道が長いね。本当に扉開いてるね。寝れるんかい。そうそう、バタースコッチ食べれるかな。犬の足跡がついてる。ああ、そりゃね。懐かしい。まあそうだよね、普通ね。おお、こんな感じなんだ。そうやね、レアもんやね。こんな扉あったんだね。どういうこと？え、この部屋4匹いるの？4匹カエルいるの？
これここまで戻ってきたのはいいが、また戻るの大変だな。そうだね、二つ目やもんね。いやあ、なんだかんだ戻ってきたね、ここまで。お、君君。あ、やっぱ話しかけれなくなってるね。え、君いたの？そうだよね。なんで登ったのかわかんないよね、この子ね。ってことは、最初に来てた男の子は本当、違かったんだね。
お前がそれ言うか。いや、またねー。そう、結局、ここまで戻ってきたら、アズリエルがいたっていう感じでしたね。じゃ、多分、戻るまで、だいぶ時間かかるんで、早送りしたいと思います。はい、というわけで戻ってきました。ではエンディング見に行きましょうか。の前に、あれ、これでちょうど電話も終わった感じで、ね、ちょこちょこ見てたんですけどね。よし、じゃあしつこいで本当に終わりに向かっていきましょうかね。さ、
でも、こっちかな。トリエルと一緒に暮らしたい。はい。ということで、一応これハッピーエンドかな？で、終わりました。ということでね、なかなか大変でしたけどね、ラスボスから終わって、エンディングも迎えてということですね。はい。じゃあ、そうですね。アンダーテイルのシリーズは、発表はここまでとしたいと思います。そうですね。エンディングロールは多分なんかいろいろ出てきそうなんですが、国会先はもう一度皆さんでクリアしてから、見てみてください。それじゃあ、ここで一旦終わりたいと思います。ぜひ、チャンネルの登録の方もよろしくお願いします。では、また別のゲームでお会いしましょう。それじゃあ、またねー。いきなり始まったと思ったらそういうことね。これ全部つけるのは無理だよね。避けきれんもんね。いいね、こういう遊び心があるのは面白いよね。それは読ませる気がもともとないね。ここ。じゃあ。やばいやばい。一回やったら始めるともう流れがそっちになる。ああ。いやーにしても、だいぶ。受けれるようにはなったね。最初に比べると。うーん、はあ、おー。